皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も eFootball 2022情報を紹介していきます。はい、ということで、今回も先週データまとめ、引き続きやっていきたいと思います。今回はレアルとアトレチコ、こちらのマドリーゼ2チームまとめて紹介していきます。数々のチーム、再生リストにまとめてますけど、いろんなチーム紹介してきました。次回はマンチェスターシティとリバプール紹介する予定なんですけど、それ以降特に紹介するクラブ決まってないので、コメントあれば、そのチームを紹介する可能性もありますので、その辺コメントをよろしくお願いします。はい、ということで今回レアルとアトレチコ、大量のスキル変更なんかがあるのでチェックしていきたいと思います。ということでやっていきましょう。はい、まずは総合値の方から見ていきましょう。まずはレアル側見ていきます。そうですね、青が多いです。どのチームも青の方が多かったので、総合値下がってる選手の方が比較的多いかなっていう感じなんですけど、まずは左の方から見ていきましょう。ディフェンダー陣、ゴールキーパーだったりとか見ていくんですけど、アラバ1下がりましたね。どうなんでしょう。逆にナチョは1上がりました。フェルラン・メンディ、あとはマルセロ、この左サイドバック勢は下がってます。カルバハルは変わらずでしたね。カゼミロ変わってません。トニ・クロースは1下がりました。モドリッチはそのまま、バルベルでそのままで、カマビンが1上がって80ということで金昇格。逆にセバージョス6下がって77、銀降格。6下がるって結構ですよね。アセンシオちょっと下がりました。登録ポジションが、左サイドハーフに戻りましたね。イツコ1下がって84ということで金降格。アザールも結構やはり下がりましたし、ベイルも下がりました。ルーカス・バスケツは上がりました。ホドリゴ1下がって、ベンゼマは1上がりました。ヨビッチマイナス2、マリアーノ・ディアスマイナス1という感じで、基本的に下がっているという感じですね。はい、ちょっと厳しい査定にはなっているのかなっていう印象です。はい、次アトレチコの方を見ていきましょう。こちらは上昇選手と下降選手同じぐらいですかね、人数にすると。はい、まず左側、オブラク変わってません。ルコントはマイナス2ということで80。ディフェンダー陣でいうと、サビッチが2上がって85ということで黒昇格。エルモソ2上がって83、プリピア1下がって1上がってですね84。そしてブルサリコマイナス2で79ということで銀降格となってしまってます。はい、次右側行くと、まず移籍してきたデパウル1上がって85ということで黒昇格。コンドグビアとエクトレーレーラー、こちらがマイナス1となってます。カラスコとマレマル、あとはアンヘルコレア、この辺変わってません。ジョレンテ1上がって86、グリーズマン逆に2下がって86、スアレスもちょっと下がりましたという感じです。ちなみにマテウスっていう選手は2019以来の新搭載になるようです。ディフェンダー中心ではあるんですけど、こちらは総合値上げた選手、比較的多かったですね。ここからは選手個別で見ていきたいと思います。2022の画像をね、イベント終わってしまって撮れなくなってしまったんで、2021の画像で紹介していきます。はい、まずはレアルの方から見ていきます。まずアラバですね。こちらスキル変更でスライディング追加で根幹がなくなったということで、悪くないんじゃないですかね。続いてミリトン、こちら身長187センチだったんですけど、186ということで1センチマイナスと、あとスキルブロッカーエアバトルスライディングの追加ということで新スキルついてます。続いてナチョ、こちらもスキル追加スライディング追加です。続いてバチェホ、こちらもスキル追加ブロッカー追加ですね。ブロッカー単体で追加されるってちょっと珍しいタイプです。続いてフェルラン・メンディ、こちらセンターバック薄い適性あったんですけどなくなったみたいです。続いてカルバハル、こちらもスライディングのスキル追加がされています。そして続いてカゼミーロなんですけど、こちらスキル変更ありまして、今回ヘッダーブロッカーエアバトルスライディング追加で、ライチングシュート低弾道ロブマリーシアがなくなったということで、1つ追加されたスキルの方が多くなって、もともと1つは空いていた枠埋めてしまいましたので、ワンパーもしくはスルーパスとかその辺のパス系スキルがつけられなくなってしまいました。ディフェンススキルはてんこ盛りになったんですけど、この辺ちょっと人によりけりかもしれないですけど、残念に思う方多いかもしれません。続いてバルベルデ、こちらは右ウィング薄い適性あったんですけどなくなってます。続いてカマビンガ、こちらはプレースタイルアンカーからプレーメーカーということで、これちょっと使う方減るんじゃないかなっていう印象ありますね。あとスキル変更でシザーズと闘争心なくなってスライディングは追加されてます。続いてセバージュス、こちら左サイドハーフ右サイドハーフ薄い適性がなくなったのと、DMF 濃い適性が薄い適性に変更です。適性若干減りましたね。あとはスキルラボーナとミドルシュートが追加になって、軸裏ターンとノールックパスがなくなったということで、どちらでもいいですけど、ミドルシュートの方が使用頻度なんかは高そうなんで、今回の方がいいですかね。続いてアセンシオ、登録変わったんですけど、スキルシャペウがなくなったということで、2021でシャペウ追加で、スキル枠埋めたと思うんですけど、今回9つになったのでスキル追加枠が復活しました。これ嬉しいですね。続いてホドリゴ、こちら身長1センチアップということで174センチになったのと、あとスキルスルーパスが追加ということでいい追加です。続いてベンゼマ、こちらもスキル変更、ラシコとチェイシングなくなってヘッダーとキャプテンシー追加ということで、キャプテンシーの追加結構入ってる選手いるんですけど、ベンゼマに関してはいらないですね。チェイシング残しておいてほしかったですけどね。レアル最後ヨビッチ、こちらは闘争心の追加ということでスキル枠を埋めてしまいました。スパサブ持ってるけど闘争心ということでなかなかマッチしないスキルなんですけど、追加枠なくなったのちょっと痛いですね。はい、ここからアトレチコの選手見ていきましょう。まずオブラクですね。こちらスキルキャプテンシー追加ということで、ゴールキーパーなのでキャプテンシー持ってても、そんなに影響ないかなという感じです。スキル枠結構ありますからね。キーパーでスキル埋まってる選手見たことないですからね。続いてモダコから移籍してきたルコント、こちら攻撃的 GK だったんですけど守備的 GK ということで真逆のプレースタイルに変更です。続いてヒメネス、こちらブロッカーエアバトルスライディングの追加ということで新スキルが追加になってます。そしてサビッチ、こちらもブロッカーエアバトルスライディングと闘争心も追加ということでスキル4つ追加です。続いてフェリピー、ブロッカーとエアバトルがスキル追加ということでマンマークないんでね、マンマークもつけてほしかったですけどね。続いてエルモソ、こちらはプレイスタイルですね。ハードプレスからビルドアップに変更と、あとスキル低弾道ロブブロッカーエアバトルが追加ということでスキル結構増えましたね。続いてコケですね。こちらもスキル変更マリーシアがなくなって、そこにスライディングが追加ということで、マリーシアよりはスライディングの方がいいんじゃないかなというところです。はい、続いてデパウル、こちらは CF の薄い適性があったんですけど、こちらがなくなったのと、あとはスキル変更軸裏ターンとミドルシュートなくなってキャプテンシーとピンポイントクロス追加ということで、もともとデパウルミドルシュートついてたんですけど、今回ピンポイントクロスということでゴールを狙うプレーよりもアシストのプレーの方が増えるんじゃないかなっていうところですかね。続いてコンドグビア、こちらはスキル追加でエアバトルが追加になってます。続いてエクトレーレーラー、こちら身長ですね。180センチが185センチということでプラス5センチになりました。かなり伸びましたね。そして、こちらアンヘルコレア、スキルにスパサブが追加ということでなかなか優秀なね、スキル追加になったんでこれは結構楽しみですね。そしてジョレンテ、こちらもスキル追加ワンタッチシュートとアウトスピンキック追加ということで、こちらで9つのスキルになります。まだ1つ空いてるので、ワンパつけたりとかいろいろ考えられますね。はい、最後はグリーズマンということで、今回スキル変更でマリーシアがヒールトリックということで、どっちでもいいですけど、ヒールトリックの方がなんかスキルあるなっていう感じするんで、マリーシアのよくわからないスキルよりはかかとを使ったプレーができるヒールトリックの方がいいんじゃないかなっていうくらいの変更ですかね。はい、ということで今回レアルとアトレチコマドリード勢見ていきました。いかがだったでしょうか。今回で言うとそうですね、カゼミロのスキル埋まったりとか、あとカマビンガのプレイスタイル変更はちょっと痛いかな。プレイメーカー多分使う方ちょっと減るんじゃないかなっていうところ。細かく見るといいとこあったかもしれないですけど、レアルはちょっとマイナスのイメージがちょっと強くなりましたかね。それに引き換えてアトレチコの場合で言うと、コレアにスパサブついてますし、ジョレンテもいいスキル追加1つ枠残したということで、マイナスのスキル変更だったりはアトレチコにはなかったのかなということで、評価的にはアトレチコちょっと上がったんじゃないかなというとこです。次回マンチェスターシティリバプール紹介します。興味あるという方はぜひそちらの動画もご覧ください。こちらのチャンネル eFootball2022 情報いろんなものを再生リストにまとめているので、興味あるという方はぜひ覗いてみていただければと思います。チャンネル登録まだの方はよければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。